それはあれですか、はい、声を変える装置ですか。そうです、ボイスエフェクターって初音ミクみたいな声とか出します。あ、先ほど言ってたの、その装置使って歌ってたの。そうなんですよ。でちょっと曲のセットリストがちょっと違ってまして、うん、それちょっとボタンの感覚とか、うん、じゃあそれ持って その傷だらけで新宿の公園で倒れとくか。そうですね、うん、多分通報されるわすぐ通報みたいな、うん、すぐトスポネタになるな。やったー、うん、それ狙おうかな、うん、はい、一部優勝ですか。あなた、ありがとうございます。びっくりしました。もう一部はあの星野真織ちゃん優勝で、はい、二部が桜井ちゃん優勝かなと俺は下馬評で呼んでたんやけどな、はいはい、まさかあなたが優勝するなんて。ありがとうございます。トスポとかあの柴さんとかプロレスファンの間で、はい、ね、はい、トップオブザスーパージュニアであるメジャーリーグは、はい、お、まあ、重心サンダーライガーという桜井というもう、はい、もう本命が優勝するんだろうと、はい、で若手はね星野真織という、はい、ヤングライオン杯で一番強いなんかその若手かな行くんちゃうかと思ってたら、なんとトリッキーファイトの、トリッキーファイトのあなたが優勝ですか。はいはい、ありがとうございます。聞いてびっくりしました。本当にびっくりしたね、はい、うん、でもこれも運の実力も落ちやね。そう、これを忘れずに秋もボケ倒してくれへん。ボケ倒します。ボケ倒してボケ倒してボケ倒して傷作ります。だんだん大阪のイベントみたいになってきたけどね。そうですね、会場飲み込んでしまいましたね。わかりました。じゃあちょっと秋はちょっと吉本新劇をやってもらうということでどうでしょうか。そうですね、ちゃんちゃんみたいな、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。